はい、そろそろ定刻となりましたので、次世代システム研究会第84回研究会を開催したいと思います。私は今日司会させていただきます、副会長させていただいております斉藤と申します。よろしくお願いします。それでは開会に先立ちまして、岡本先生、ご挨拶よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。地域創生っていうのはですね、今の、流行りでございますね。ちょうど総理大臣はじめですね、担当大臣がおっしゃってる内容は、八ヶ瀬アカデミーがずっとやってきたですね、地域からどうやって未来を作っていくかと。で、次世代する研究会ではずっとそういうことをやってきたわけですけど、まさにやってきたその通りのことを言ってですね、ところがいろいろ調べてみるとですね、具体的には抽象的にはそういうことを言います。具体的な方法はですね、びっくりするほどない。で、今日実はある業界でですね、地域創生の初めての予算というのを聞いてきました。びっくりしました。全部縦割りでですね、今まで通り各省庁がですね、いろんな地域で起こった問題に対して対策費を予算をつけて、でその名前が地域創生という予算であるわけでですね、ちょうど東日本大震災の復興予算というのが大規模に何兆円ってありました。あれは、いろいろ今まででいろんなこうね対策をやってきたやつを、名前だけ、復興予算こういうように言ってきた、いうような前例がありますので、なんとかですね、この機会にですね、地域創生っていうのは具体的にこういうことをやっていくんだということをですね、伝えていきたいなと、いうように考えています。で、そのためにはですね、やっぱり具体的に、いろんなモデルをやらないかと。特に2ヶ月か3ヶ月前、地方の都市が破綻するっていうNHK クローズアップ現代の時、あの時最初に出たのは副市長です。北九州副市長、今永さんですね。皆さんと一緒にシンポジウムやった。で、八幡東区も大変ですっていう話をした後ですね、なぜか NHK は、もう二度とですね、彼をその番組には出せなかった。わからない。僕はね、堂々と言ってもらいたいなと思った。だから北九州市、特に八幡東区っていうのはですね、地域創生はこうやってやるんだというですね、具体的な方法と、実際にそうなんで、その方法を示せば、日本全国のですね、同じような状況のところの宣伝になってくる。いうことでですね、ぜひ、今日も皆さんが検討されたことをまだおいでになってます。福岡 のシステムデザイン会社の開発会社の高川社長がですね、シミュレーターを、作りかけですけど紹介させていただきます。いろんなそういうものをですね、後でワークショップの話とかですね、あるいは PR 用のですね、資料とかいろいろ出てくると思いますので、ぜひ声を上げていきたいと思います。そういうことで、今日はぜひ後でディスカッション、みんなでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。